さあ始まりました、はい、ブラックパイナイ SOS の YouTube、はい、今日はですねなんと、はいはい、沖縄に来てます。沖縄に来てない、はい、沖縄に言うなよ。バレるでしょ。動画の最後に実は、はいはい、こう川崎でしたって言おうと思ったのに最初に言うなよ。もうバレるよ。さよなら。さよならじゃない。終わらせなくていいんだよ。どこに来たかっていうと、だって沖縄の料理、沖縄ハイサイフェスタですか。ハイサイフェスタ、はい、だからここバック映してたら沖縄かバレないのに、はい、ちょっと俺顔も今日濃いめで沖縄っぽい南国ちょっと日焼けして南国っぽい雰囲気やってればバレなかったのに。南国っぽい雰囲気出てないけど今のところ今のところ出てないよ南国感。まあでもこのさ会場のもう外側にもさ、はいはい、そうなんですよ。結構ねもうあってもう始まってて、はいはい、ほんとねちょっと伝わってると思うんですけど、はい、もう匂いもすごいのよ。匂いが伝わんないと思うよ今その技術ないよ。美味しそうな匂いもすごくて、すごいお店もいっぱいあるんで、はい、ちょっと何個か食べて、はいはいはい、はい、行きましょう。ちょっと楽しみです。なんか結構店ありますけど、あれ今日カメラマンやる。え今日カメラマンやる。別にカメラマンやるわけじゃないけど、どっちか撮らない。すごい種類があるからさ、うんうんうん、なんていうのちょっとだけお祭り的な感じであるんじゃなくてさ、はい、マジで結構なんかガチなやつそうね。しかも全部だから沖縄関連のやつでしょ。なんか沖縄風とかじゃないもんねもうそこだけじゃないんですよ。これさまださ、うんうん、10時40分なのに。そうだね結構朝早いもん。結構山野くんは沖縄行ったことあるの。え沖縄行ったことある。またお前上から来て。ごめんごめん俺上から行けないんだこれに関して。え行ってない行ったことない。もないのよかった大丈夫。沖縄行ったことない2人がさだから沖縄感を本場だねとか言ってさ本場知らないくせにさじゃあいろいろどんなものがあるのか多分今のうちがいいと思うよ。昨日とかすごかったらしいから人が歩けないぐらい混むみたいで。しかもまだ10時40分だし、はいはいはい、今日一応平日だから、そう昼時になっちゃうと混んじゃうもんね。何食べますか。俺だけしか撮ってないよね俺だけしか撮ってないよ。沖縄感ないでしょ俺だけだと。ブラパイワオ、はい、というわけで、はい、これ何バーガーですか。これサメバーガーです。サメバーガー。サメ、はい、多分食べたことないと思うけど。俺もないと思うんだよね。沖縄でもよくあるのかな。どうなんだろう沖縄で。でも狩猟ってのもあんま聞かなそうなイメージだけど。これさ、うん、この野菜もキャベツとかじゃないね。これちょっとアップで見せて。これなんだろう。なんか沖縄のあれかな。葉っぱなのかね。レタスでもないもんね。でもちょっとタルタルみたいのがあって、うんうん、じゃあちょっといただきます。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 うん、うまい。うん、うまい。うまいけどこの葉っぱが何なのかでも分かんなくない。レタス。でもなんかね、うん、なんだこれ。お、香草。うん、あとね大葉ではないけど、なんだろう。でも あちょっとだけねピリッとして、うん、この多分マスタードかな。でタルタルと絡み合ってうまい。めちゃくちゃうまい。いや、おいしいですよ、サメバーガー。いや、これめちゃめちゃ美味しい。さあ、続いては、はい、これは見えるかな。これですね。これ、これはソーキそば。ソーキそばですね。はい、めっちゃでかい肉が乗ってるし、めちゃめちゃうまそうだよ。めっちゃうまそうだけど、はいはい、これも本当は2杯行きたいんですけどこれ、ちゃうともう他食べなくなる。はいはい、じゃあちょっと分けましょうか。はい、じゃあちょっといただきます。はい、いただきます。うん、いいね、この太麺。うん、うまい。俺この麺めっちゃ好きだ。うん、ソーキそばって食う。いやー、食べたいけど機会がない、あんまり。そうなのよな、俺らさっきも言ったけど、うん、2人とも沖縄行ったことないからさなんだな。うん、うん、すごいこの肉。多分、うん、沖縄行ったことないけど、うん、多分本場の味だね。もう予想でしかないけど。本場だよね。なんか、うん、いや、お肉トロットロよこれ。これ。沖縄料理で何が好き？沖縄料理で何が好き？
でも沖縄料理なかなか行かないけど、行った時にやっぱ海ぶどうとか食べたくなっちゃうかな。言われたわ、絶対海ぶどう頼むよ。頼む。この間もなんか海ぶどう置いてあって、うんうん、なんか他の番組で使ってるやつこれ持って帰っていいですかっつって、うん、いいって言われたから持って帰ったんだ。やっぱね、海ぶどうってなんかあれ中の海分かって、分かってないけど、海藻、海藻っぽいよね、あの感触、食感、うんうんうん、あれなんか他にないじゃん。そう、完食、はい、いや、うまかったね、ごちそうさまです。さあ、これはこれは見た目じゃ分かんないですね。これ本当揚げ物っぽいけど、はいはい、何ですかこれは。これはチンスコの天ぷら。食べたことないよ。しかもこれかかってんのチョコソース。え、もうデザート、これ最後です。え、最後ですよ。ちょっと食べますか。じゃあいただきます。ん、これはね、うん、初めて食べる感じ。いただきます。まあ、いわゆるチンスコ、このチンスコ自体がちょっと天ぷら感あるじゃん、もともとが。めちゃくちゃうまいこれ、うん、めっちゃ好きかも、うん、これチョコソースがいいね。なんかなんだろう、手作り感。なるほど。なんか家とかで出る感じ。そうそう、うんうん、これ外でなんかあんま食えない味じゃない、うんうんうん、なんか友達のお母さんが料理上手でとかそういう感じのうちのお母さん料理下手だとかさだっていわゆるお菓子の天ぷらにしてるってことだもんね。そうだね、うん、だからサクサク感にさらにサクサク感があって食感がめっちゃいい。マジか。なんかお酒飲みたくなるな、これ意外と。そうだね、甘いけど、うん、お酒に合いそうだね、うんうん、なんかほんとそれこそさ、シークワーサーサワー的なさ、酸味のある。うん、はい、というわけで、はい、楽しみましたね。楽しみましたね、美味しかったですね。今日1日楽しみました。今何時ですか、はい、今11時半ですはい、ちょっとね、今日は はい、Jタメさんの取材も兼ねてだったので、そうなんですよ、はい、ちょっと早めに来て、はい、早めにパッて、でもこれ短時間でもね、うんうん、ちょっと食べて、はい、毎日来てもいいよね。いや、いけるよ、普通に。いや、これもう皆さん見てすぐ来ていいんじゃないですか。入場料とか別にないですからね。来ていいんじゃないですか。え、ただこれはね、とりあえず7日までなんです。これ多分7日までに流れてないですね。流れてないんですけど、いや、もう無理か。いや、ただね、無理だな。ただ待ってください。はい、これですね。これはベストはないんですけども、はい、5月29日まで沖縄フェアはやってるんですね。はいはい、なので、うん、ラチッタさんに行けば、ラチッタさんね、はい、川崎の、はい、ラチッタデルラさんに行けば、ラチッタさんを今、ラチッタデルラさんをラチッタって略したの。はい、ちょっと難しかった、難しかった。ラチッタデルラさんに行けば、はい、普通の飲食店が結構沖縄やってますんで、はい、いろいろぜひ。ちょっとなんで俺から逃げるの5月29日まで、はい、やってますんで、はい、お土産も僕買います。はい、見せて。やっぱシークワーサーの果汁、うん、これ お酒に割れる、はい、シークワーサータコライス、ご飯に混ぜるからタコライス。これおつまみとかに良さそう。もういいんで。お前の代、お前のじゃないから。え、家族に買えよ。何よ、なんで お酒に合うとか、お前用じゃねえかよ。いいじゃん別に。俺子供にこれ買いましたとか、そのこれもあるから。これは割れるから、何でも。お酒を、お酒、お前用じゃねえか。いや、炭酸とかで割れば、はい、本当お土産とかもいろいろ買えるんでね。うん、ぜひぜひ来てください。来てください。はい、高評価、チャンネル登録お願いします。